デカチン TV レディゴー。ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イ、パー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 、イエ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 イ。そしてカメラマンの山本くんです。こんにちは、お願いします。お願いします。ということで今日はですね、デカキン本当はどれぐらい大食いなのチャレンジ。よくですねコメント欄でデカキン大食いとか書いてるけど、結局あんま食べれず終わってるじゃんみたいな、中にはえ小食じゃんみたいな、何してそんな太ってんのみたいな言われ方するんですよ。これは腹立つよね。山本君も一緒にやってる身分としてやっぱ腹立つよな。まあ間違ってないので、まあ間違ってない、コメントのそんなに食べてないイメージはあるのかなっていう。なるほどね、はい。でそのイメージを今日はですねガラッと変えます。僕が正直なところ食べ物によるんですよ。超大好きな食べ物だったら何もでも食べれるの、ちょっと興味あるぐらいの食べ物だったらまあそれぐらいしか食べれないっていう。なので今日はデカキンが最近一番好きな食べ物を用意しました。それがこちら、ブッシュパンポンシコーン、大量のチョコクロー。はい、ということでサンマルクカフェのチョコクロを大量に買ってきました。これすごい。はい、こんな感じです。もう見た目だけ見たらさあ、普通のチョコクロワッサンじゃんと思うじゃん、はい、違うのよ。もうチョコも濃厚だし、何よりね、なんかね、温めるとね、もっちもちになるの。しかもここにちゃんと書いてくれてるんですよ。チョコクロをお皿に乗せて、レンジで15秒やると一番美味しい状態になりますよっていう。どれぐらい食べれると思います？いや、リアルに5個。うん、いや、舐められたもんだわ。え、こんな下馬評今。いや、でも、そこまでデカキンの大食い力落ちてんの？5個だったら俺の孫でも食えるもん。いないでしょ。孫いないでしょ。俺の孫でも食えちゃう、そんなんだったら。じゃあ10個。10個ね、はい、はいはいはい。正直僕は20超え、30超えを目指したいですね。ぴょん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 食べちゃって。じゃあ早速食べていきたいと思います。ポニュ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 デカキン TV ということで、食べやすいように並べてみました。それがこちらです。はい、もうすごいことになってるな。チョコクロこんなに置いたことないからな。あっても2個ぐらいだよね。なんかカフェラテとかと一緒に2個ぐらいみたいな感じですね。それでは早速ガンガン食べていきたいと思います。こちらいただきます。もっちもちチョコ甘、もわっとします。牛みたいになってた、なんか。いける。ただこれやっぱチンした方が食べやすいかもしれない。温めますか？もう15秒ぐらい温めてもらって俺が食べていく。わんこそば形式でいくわ。あ、なるほど。頼むな、わんこそば状態いくからな。はい、じゃあ、はい、はい、2個、はい、2個入れたから、はい、チンしてきて15秒よ。はい。何、変な返事やめろお前。お前バカ、バカ雇ってると思われるだろお前。なんかできるやつなんですよ山本君は。さあ頼むよ、15秒ね。いや、バカ雇ってると思われるだろお前。やめろお前、数え、心の中で数えろ。いや楽しみだな。はい、オッケー。バカっぽいな。ちょ、新しい、それで新しいお皿、新しい、それをこう、俺に渡せ渡せ、てんやわや、やめろ、落ち着け落ち着け落ち着け、大丈夫だから落ち着け。お皿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 、はいはいはい、よっしゃ、これはい、次の2つ、はい、次の2つチンしてきて、はい、チンしてきて。じゃあ僕食べるから。あ、熱々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 、いいね。シャトルランやってる気分になるわお前、そんなトゥーンっていう音が鳴って。温めたらうまっ、めっちゃうまい。この中、いや、この中、なんか、うまか。コッペパンがいくや。これこう入れて、はい、ちょっと、はい。よし、よし、はい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 。うわー、うまい。チョコがとろける。もちもち具合が上がるんですよね。うまっ。なんかポンポンいけちゃいますね。うん、もういいわ、一旦もういいわ。いやいや、わんこそば感覚でって。いや、わかるだろ、まだその食べる早食いじゃねえから。はい、どんどんみたいな感じでお前クロワッサン入れてくるな、お前お皿に。待って、俺何個食ったか誰が測ってんだよこれ。今何個食ったか俺は全然わかんないわ。ちょっと確認して、これ一回止めて。はい、一回止めます、確認します。はい、
今ですね、ちょっと食べた数を計測したんですけども、3個でした。3個なわけないだろうとか言って。3個ですねって言って。ちょっと今まあ山本君に映像確認してもらって、いや3個ですとか言われたから、ちょっと腹立っちゃって。いや結構食ったからもう結構溜まってるしと思って、3個のわけねえだろうって言ったんですけど、3個でした。じゃあちょっと温まったやつがあるんでどんどん食べていきたいと思います。3個で終わらなきゃいかんからね。やっぱもうチンするとパリッパリだわ。もうこれあれだね、デブにとってのパイの実だね。あっくい、こんなになんかとろけてるチョコ食べる機会ないのよ。熱いチョコフォンデュを飲んでるような感じだから。うん、よし、じゃあアイスカフェラテ、サンマルクカフェですから。だってね、カフェラテに合うわ。おしゃれな、こんな、今だかつてこんなデカキのおしゃれな動画なかったんじゃない。結構おしゃれ、おさゆ、おしゃれっつったんだよお前。ちょっと誰かあの通訳できる方いましたら、字幕通訳できる方いましたらぜひお願いします。うん、そろそろ温めた方がいいっすよね。確かにそろそろか。でもまあちょっと待って、まあ待って、ええ、温めるというか、まあ万が一ねこれ食べれなかった時は山本君にそのまま持ってってもらうわけだから、あの温めるのが1回までだから。はい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 、そんな無駄に温めるわけにいかないから。まだ大丈夫でしょ、だって6個目ですよそれ。まだ6個なん、これ食って6個。そうです。うんもう温まってるやつないですけど、それ大丈夫ですか、温めて。まあ大丈夫、そのこれ食べてから判断する。15秒だし、いろいろ相談したいこともあるし。ああ、じゃあちょっと一旦休憩したいと思います。じゃあ一旦休憩して。いやいや、ちょ、え、はい、いや休憩とかないっすよ。何が何が。いや、ちょっと今休憩しちゃったら入らなくなっちゃうから。いや入る入る、休憩したら入るって。じゃあなんで外してるんですか。休憩だから。いや休憩だから外すって。ちょっとやめろお前、お前やめろお前、クロワッサンチンする気だろ。ちょっと待って、いやいや、一回離す、一回 OK、 一回 OK、 一回 OK じゃなくて、一回 OK、 一回だから、一回 OK、 一回だけちょっと、一回 OK、 お前、おかしい、お前、ちょっと待って、二度とクロワッサンチンすんじゃねえぞお前。いやいや、え、おかしいでしょ。何がおかしいのよ。いやだ、今休憩だから今は。いや休憩とかないっすから、じゃあやめろお前、おいおいお前、チンする気だろおい、やめろ、 OK、 一回お前、ちょっとお前、クロワッサンチンすんじゃねえよお前。二度とお前チョコクロお前チンすんなお前。おかしいでしょ。ふざけんなよお前マジで。おい、はい、来る気かお前。おい、なんすか本当に、チョコクロチンすんな、おい。お前絶対一回落ち着き、一回座ろう、一回座ろう、一回ちょっと。いやさっき20個30個食べるって言ってましたよ。だって食べるけど、だからこんなことやったことないからできると思ってたんですね、食べる前は。え、今どうなんですか、だから。いや、お腹いっぱいでよ。今7個ですよ。7個で限界だよ。いや、せめて10個でしょ。いやいや、10個もわかるけど、無駄にはしたくない。1回チンしたら美味しさはもうできないから。だからチョコクロのために考えてね、今。でも今日大食いでやってますから。いや、大食いでもちろん知ってる知ってる、だから。さすがに7個って。でもまあ、俺なりの大食いだから。俺なりの。いやいや、見せたいんでしょ？だってコメント欄であんまり食べないなって。書いてる人たちにいっぱい食べる。だから、あ、7個も食べれたんだってなるだろ、お前コメント欄で。なるわけないでしょ。痩せてる人だったのに。いや、もういい。だから、7個で限界でしたで終わろうよ。いやいやいや、10個食べないとさすがに。ねえ、意味ないだろ、だって、その3個変わっただけで別にいいだろ、だって。いやいや、2桁乗った方がいいっすから、絶対。1桁じゃ意味ないっす。いやいやいや、意味ある意味ある、全然いい。いや、1個にして、じゃあ、1個にして、1個。2桁乗らないと1桁じゃ意味ないです、10個。2桁乗ったところで意味ないだよ、チョコクロワッサンで知らないんだから。10個は無理だって。10個食べ、俺は、いや、俺は無理だから。10個無理、9個でいい、9個でいい、9個でいいって。大食いじゃない、大食いじゃないでしょうよ。え？え？山本くん、今、ピンタした、今。じゃあもう。ピンタした、山本くん。温めますから。温めますからとかじゃないって、3個食えないって俺もう今から。1、2、いやいや、もう地獄のカウントダウンだわお前。地獄のカウントダウンやめろってもう。いや分かった、その山本くんのそのビンタで目覚めたわ。分かった、食べるわ、絶対食ってやるよ。いや絶対チョコクロワッサン10個食ってやる。じゃあいただきます。うん、うまいんや、うまいよ。山本くんから勇気もらったから、頑張った3個食べるよ。信じてます。うん。9個と10個だったら違うんだもんな。
違います。分かった。うん、はい、9個目。お、うん、すごい。あと1個。すごいです。ラスト1個チョコ黒です。美味しくいただきます。全部チョコ黒ですけど。いや、今感動のシーンだからやめてくれ、そういうこと言うの。うまい。サンマルクさん、ありがとう。これでまた頑張れるよ、俺は。ラスト一口です。いただきます。はい、ということで完食しました。まあ自分の限界には挑戦できたのかなと。これ見て、はい、ぜひちょっと挑戦していただいて、10個がどんだけすごいんだぞっていうことを分かっていただけたらいいなと思います。多分みんな7個で限界くると思うんで。でも男でしたね。いや、ありがとう。これは山本くんが俺にカツ入れてくれたおかげだから。ただ二度とビンタはするなよ。上司だ、一応上司だからな。二度と上司にビンタするな。いや、でもやっぱ気合入ってないデカキンさん見たくないんで。うわー、熱いね。はい、ということで、一応デカキンの記録は合計で10個でした。小食でもないですし、大食いでもないですけど、まあ昼食、昼食って。はい、ぜひ皆さんも、もうめちゃめちゃ美味しいんで、ぜひちょっと1個でもいいんで食べてみてください。ということで、せーの、ごちそうさまでした。